それでね、次はね、To understand why foundation models represent a phase change in AI. In the words of Fei Fei Li, the co-director of Stanford University's Institute for Human-Centered AI, it helps to get a sense of how they differ from what went before. フェーズチェンジっていう言葉が出てくるんだけど、一つの層から他の層へ変化する AI におけるフェーズの変化、これで何言ってるかっていうと、固体か液体か気体って一つの層があって、それを固体から液体、気体から液体、そういう意味なんですね、フェーズチェンジ。だからここで言ってるのはどういうことかっていうと、文字から映像、それから文字から音声、文字からなんとか、そういうフェーズ、層の変化、 AI における層の変化ですね、訳説と訳説すれば。だから基盤モデル、ファンデーションモデルは、AI における層の変化、なぜあの層の変化を示しているのかについて理解するために、 To understandIn the word of Fei Fei Li の言葉で、 The co-director of Stanford University Institute for Human Centered AI、 人間中心の AI の Stanford University 大学の組織の理事で、理解するために、それってのは、これファンデーションモデルじゃないんだよな、モデルじゃ複数だからね、それは helps to get a sense、このそれっていうのはですね、to understand のことを指してるのかな。It helps get、違うな、単体だから it helps get the sense of how they differ from what we are、 AI ですね。ですから AI が、以前何であったかから、ファンデーション、これは J はファンデーションモデル、ファンデーションモデルが以前何であったかとこから異なっているような感覚を得る手助けをする。It helps to get a sense of how they differ from what went before. 以前であったものから、この基盤モデルがどう違うかの感覚を得る手助けをする。It helps。まあ、it というのはこれやっぱり、ここで言ってるのは単数だと AI のこと、もしくはフェーズチェンジに AI かもしれないな。そう、 AI に来る層の変化が、そうだね、フェーズチェンジに AI のことを言って、 it はね、 get a sense of how they differ from what we've been、で、だんだん彼はそれを説明しに行くわけ。で、ここでまだ何だか分かんないけど。All modern machine learning models are based on neural networks. すべての近代的な機械学習モデルは、これも含めてね。機械学習モデルは。だから、深層学習と同じですね。ニューラルネットワーク。だから、ニューラルって、脳細胞ネットワークに基づいている、ニューラルネットワーク、まあニューラルネットワークと言いますよね、訳せば脳細胞ネットワークです。プログラミング which mimics the ways in which brain cells interact with each other。 ブレインセルって脳細胞ですね。脳細胞がお互いにインタラクト、相互の関係を影響し合うというやり方で、を真似、ミミック、真似ているプログラミングですと、ね、プログラミング、脳細胞の相互 の相互作用、インタラクト。Their parameters describe the weights of the connection between these virtual neurons. Weight, the model developed throughTrial and error as they are trained to respond to specific input with the sort of output their designer wants.
で、彼らのパラメータは、まとめているのは、これらのバーチャルなニューロン間のつながりの重さを述べている。だから、ニューロンに重み付けをするわけですよね。だから、Waste the model develop through trial and error。トライアンドエラーを通じて、モデルが開発するウェイス、重み付け。で、as they are trained to respond to specific input with the sort of output they are designers on。設計者が求めているアウトプットの類と、特定のインプットに対して答えるために、彼ら、ですから、この彼ら、というのはね、バーチャルニューロンズが、研修されて、トライアンドエラーを通じて、モデルが開発する重み付け、すなわち、仮想、バーチャル、仮想の神経、ニューロン、仮想のニューロン間の結びつきの重み付けをパラメータが述べている。だから、じゃあパラメータってイメージは数千億とか1兆個あるパラメータあるんですけど、それの重み付けをですね、実際には神経細胞と同じような形ですね、重み付けをすることによって、デザイナーが求めているようなアウトプットの類に、インプットからアウトプットを引き出していくというための教育をするわけですね。だから、they are trained, 教育されるとリスポンドとスペシャル。この入力入れたらこういう出力出るよってことを何回も何回も教育するわけですね。その結果、何かその絵を見せたらばこれだっていうようなことを、コンピューターは言うようになるわけですね。For decades, neural nets were interesting in principle, but not much use in practice. その何十年にわたって、ニューラルネット、神経のネットワークは、principle って考え方としてはね、興味深かったんだけれども、in practice 実際にはあんまり使われなかった。まあ、そうですね。コンピューター発達、ものすごく容量を食いますから、できなかったですね。The AI breakthrough of late 2000s, early 2010s came about because computers had become powerful enough to run large ones and the internet provided the huge amounts of training data such networks required. で、AI のブレイクスルー、躍進ですね、重大な発見、輝しい成果、ここで躍進ですね、 AI の躍進、2000年代後半、そして2010年代の初めの AI の躍進はが came about、 やってきた。なぜなら because computer had become powerful enough to run large one、巨大なものを計算するのに十分な力をコンピューターが持ってきた。そしてインターネットがネットワークが要求されるようなネットワークが要求されるような、ネットワークが要求するようなトレーニングデータですね、教育データ、ヒュージャマン、膨大な教育データを提供した。だからどういうことか、ネットワークというのはこれは AI ネットワークですね。膨大なデータをですね、インターネットが提供した。だから、それを受け入れることによって AI がね、ファンデーションモデル、このネットワークスというのはファンデーションモデルが受け入れるようになったと、コンピューターが速くなったと、この2つがあったからですね。で、Pictures labeled as containing cat being used to train a model to recognize the animals was
for the canonical example。 このキャノニカルって僕初めてだけど、最も簡潔な基準のとか、まあ簡潔な例、簡潔例だ。どういう例かというと、ピクチャーラベルと、ラベルを貼られた写真、コンテインキャット、キャットが入っている、キャットが写っている。で、ラベルの貼られた写真が、モデルを教育するために使われる。で、どういうことかというと、リコグナイズ、アニマル。動物として認識するためのモデルを教育するために使われた写真ですね。ラベル貼られた写真はキャノニカル、最も簡潔な事例だった。だから最初の例って猫ですよね。猫の写真、犬だったかな、いっぱい動画を何枚も読ませて、そうすると読んでそれを学習するとね、今度はこのこれは何ですかって聞いたらば、犬だとか猫だとかって答えの最初のエグザンプルだったんですね。 The systems created in this way could do things that no programs had ever managed before, such as provide rough translation of text, reliably interpret spoken commands, and recognize the same face when seen in different pictures.で、このシステムは、このやり方で、このやり方で作られたシステムは、物事をすることができた。どういう物事かっていうと、以前は、どのプログラムも管理できなかった。No program had ever managed before. 以前は、どのプログラムも管理できなかった。such as、このような、provide.ラフトランスレーションオブテキスト、テキストの大まかな翻訳を提供するとか、リライアブルインタープリートスポークンコマンド、話された命令を、信用、リライアブル、信頼できるような通訳をする、話し言葉を信頼できない通訳を、話すコマンド、命令を、信頼できるような翻訳をする、インタープリート、そして、異なった写真にを見せたときに同じ顔を認識する。でそういったようなことはですね、以前はプログラムでは管理できなかったというようなことを could do things やることができる。だから畜語訳じゃなくてもラフトランスレーションだから要約したりですね、それから話された指示に対してきちんと翻訳したりですね、それから顔、これ次レコグナイズセームフェイスというのは顔認識をしたりということができるようになったと。今まではできなかった、そういうことですね。で、part of what allows the field to move beyond these already impressive achievement was again moreプロセッシングパワー。その分野に、part of what allows the field to move beyond these already impressive achievements was again more processing power。すでに印象的な、なんていうか、達成、アチーブメント、達成を乗り越えるために、これらの分野に許されたことの一部は、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、要するにこうしたことをするためにはですね、再び more processing power、 より処理能力がより多くの処理能力であった。だからコンピューター能力をもっと使うということであった。こういうことができるようになったパート一つにはですね。で、マシンラーニング mostly use chip called graphics processing unit GPUs developed for video games by such firms as Nvidia
not just because their processing power is cheap, but also because their ability to run lots of calculations in parallel makes them very well suited to neural nets. で、機械学習のはほとんど、もうすぐ、ほとんど、GPUS、グラフィックの処理ユニットと呼ばれるチップを使っている。で、それはチップを開発できると開発された、ビデオゲームのために開発された、NVIDIA のような会社によって、で、それは、処理能力が安いというだけでなくて、また、バトルソ、数多くの計算する能力、インパレル、同時に計算する、同時並行で計算する能力を持っていることが、ニューラルネットを行う上で、大変よく、マッチしていた。彼らを大変よくさせていた。で、over the 2010s, the performance of GPUS improved at an impressive rate. で、2010年代にまたがって、2010年代にわたって、GPUS のパフォーマンスは、インプレッシブ、驚異的な比率で改善された。ということですね。いいかな、ここまで。勝手に言っちゃってるけど。みんな、え？大丈夫？大丈夫です。大丈夫？ OK、次行くよ。これは4か5か、次6か。